ゆずい in UK。 はい、ゆじです。ということで本日なんですけども、なんとですね、僕の YouTube を始めたきっかけでもある憧れの方とねコラボさせていただくことになりました。パーカーさんです。自己紹介お願いします。はじめまして、パーカーと申します。なんかこうゆじさんになんかすごいこう憧れてますみたいなことを言っていただいたんで、その言葉にママと乗せられてちょっと動画に出させていただきました。いや本当にお忙しいのにお時間作っていただいてありがとうございます。さっきまであの豚の角煮作ってて、今待ち時間なんでちょうどよかったです。はい、了解です。豚の角煮は途中で大丈夫ですか？あ、はい、今は全然もうまずくても大丈夫なんで僕だけしか食わない。はい、もうこっち優先でお願いします。はい、まあ、今回なんですけど、まあ、僕自身ちょっと大学に行く意味っていうのを迷っているところがあって、やっぱりそれでも本当に今大学生活をしてて、しかも一人暮らしも多分僕すると思うんですけど、それを全部してらっしゃるそのパーカーさんに、そういう大学のことだったりとか、その一人暮らしのコツみたいなことを教えていただけたらなと思って、今回はお願いします。いや、僕もなんかそんな大学の行く意味とか、僕もあんまり大学をこううまくいってるってわけでもないんで、僕でいいのかなっていうふうに思ってますんです、はい、まあ、僕の言えることがあったらっていう感じで、はい、了解です。ありがとうございます。実はあの一人の時間が僕を救うの本も読ませていただいて、ものすごい面白かったです。もう一瞬で全部すぐ読んじゃいました。ありがた、それは。それは日本で買ったって感じですか？はい、僕は Kindle で読ませていただきました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。僕も本を結構 Kindle で読むんですよ。多分パーカーさんも電子書籍で。あ、はい、僕も Kindle で。はい。ですよね。いや、それですぐ読めて、ものすごい文章うまいなと思いました。まず、大学を僕結構、なんて言うんだろうな、想像が全くつかなくて、どういう感じなのかなっていうのが、ものすごい不安があって、その今考えてるのは結構日本に帰る可能性もあるんで、日本の大学に行く可能性もあるんですけど、はい、もしその日本の大学に入るとしたら、なんかどんな感じの教室だったりとか、その授業の雰囲気だったりとかっていうのをお聞かせいただいてもいいですか？あ、確かになんか日本の大学と海外の大学って結構違いますよね。そうです。なんか日本はなんか入るのが難しくて、出るのは簡単みたいなことよく言われてたりするんですけど、本当になんか授業とかもそんなに勉強しなくても、僕そんな単位取れてないんですけど、なんかこうどっちかというと、なんだろうな、友達とこううまくコミュニケーション取って、それで卒業していくっていうのが多分一番よくある形かなっていうふうに思ってて、授業で言うと本当高校とかより、日本の高校とちょっと分かんない、あのイギリスの高校がどれくらいのかちょっと分かんないんですけど、高校の時より忙しくないなっていうふうには思いますね、授業とか。はい、で大体なんかみんな空いてる時間でバイトしたりとか、サークルがメインっていうような感じで、はい、なんかもう大学の授業はそんなメインでやってる人っていうのはあんまりいないかなっていうふうにも思ったりしますね。じゃあその定期試験みたいなのってあるんですか？あ、あります、あります。それも、あ、はい、なんだろうな、試験1週間前に勉強したら、まあ、突破できるっていう感じのレベルなんですけど、はい、もう僕全然できてないんですけど。ものすごい動画とかで勉強されてますよね。逆になんか聞きたいのが、はい、そのイギリスの高校とかってその試験とかどんな感じなのかなと思って、はい、うん、ああ、そうなんですよ。僕の今やってる制度っていうのが IB っていう国際バクロリアっていうものなんですけど、うん、なんかそれは結構世界各地で行われてて、それのイギリスでやってるって感じなんで、うん、まあこれ A レベルっていうのと IB っていうのが2つイギリスに制度があるんですけど、そのうちの、はい、まあ一般的な方というか世界的に見て一般的な方をやってて、でそれはものすごいなんかハードって言われてて、本当になんかもう毎日ずっと勉強してないとついていけないって感じなんですけど、あ、そうなんですね。まあ、特に僕は言語面で実際どのページというか全然できてないところがあるんで、はい、そうですね。で試験自体は本当に僕の学校はあんまりないんですけど、学校によってはその時々あったりするところがあって、僕の場合はもう本当に小テストと、あとはもう本試というか最後にある IB っていうのの大きな試験だけですね。あ、そうなんですね。はい、なんで試験勉強自体はあんまりしないというか、もう2年間丸々が試験勉強みたいな。あ、そうなんですね。はい、面白いな。僕も15歳までずっと日本にいて、うん、であとちなみにあれなんですよ、僕あの公開はしてないんで、ここちょっと多分カットすると思うんですけど、はい、あの出身で。あ、そうなんです。近いですね。10年間いたんですよ。あ、そうなんですね。じゃあ僕あの
あ、知ってます。はい、あ、その辺なんで、はい、あ、そうなんです。だからものすごいその喋り方とか親近感があってずっと見てました。で、あれですね、親と喋る時とか関西弁になるんですけど、なんか敬語、関西弁の敬語が喋れなくて、あー、なるほど。なんで、そうですね、標準語になっちゃうんですけど、あれ、話飛んじゃって何喋ってたか分かんない。まあ、こう、大学の話ですよね。あ、そうそう、うん、あれ、大学、すいません、なんかめっちゃテンパっちゃって、僕もあの大けど結構あの今話聞いてたら、はい、自分でなんか考えたりなんか努力するのが結構好きだなっていうふうに思って、はい、なんか結構大学生って、まあ、遊ぼうと思ったらめちゃくちゃ遊べるんですけど、うん、どっちかというとなんか頑張りたいような感じの雰囲気だなと思ったんですけど、それは合ってますかね。ですね、なんか勉強する意味というかそういうのがまだ分かってない状況で、僕がそのイギリスに留学来たっていうのも、その勉強、はい、その試験のための詰め込み勉強やりたくないなっていうのがあって、なんで、まあ、少なくとも英語はやってて損はないから、それだったら英語で勉強しようと思ってこっち来た感じです。あ、そうなんですね。僕も入った時はそんな考えなかったんですけど、やっぱりこう大学でなんか遊んで4年間終わっちゃったらもったいないなと思って勉強したりして、あの本読んでくださったからちょっとご存字かわかんないですけど、あの別の大学でコンピューターの研究に興味持ったんで、はい、その大学に行こうとして、まあ、一人で勉強してたっていうような感じ で結局落ちちゃったんですけど、なんかまあ今たまになんかその研究してる人の話とかこう聞く機会があって、その方とかもすごいなんか結構世界的に研究してる方なんですけどの一緒のグループみたいな人なんですけど、研究してる人たちが言ってるのは大学の授業は正直あんまり意味ないっていう風になんかその大学の人もおっしゃったりしてるぐらいなんで、そういう意味では確かに大学入るとちょっと多分思ってたのと違うみたいな感じになっちゃうってこともあるかもしれないなっていう風に思いますね。授業が面白く全然ないから、それでなんか僕がちょっと挫折しちゃったんですけど、まあそれは僕の勉強不足とかもあるんですけど、はい、感じですね。そっか、じゃあパーカーさんが大学その入られたのって何かそのやりたいことがあってその学部に入られたっていうのはあるんですか？あ、でももともとはその普通にまあ大学入って、でまあそれなりになんかいい会社に就職できたらなとか思ってたんですけど、はい、大学入っていくうちになんか今までその自分で将来とか考えることなかったから、それなんか大学で本読んだりとかして、それ自分の将来についてちょっと考え直して、まなんかただこういい会社に入るだけだとこう幸せじゃないのかなとか思ったりもして、その研究に興味持ったりとかっていうのがあったんですけどね。ああ、なるほど。あと、パーカーさん先生にもなりたいんですよね。あ、確か、はい、それちょうど最近本当にその研究者になりたかったんですけど、はい、結構なんか難しいなって思って、僕の林修さんってご存知ですかね、はい、はい、が言ってた言葉で、あのなんか仕事ってこうやりたいことを選ぶのもまあ一つの手だけど、それよりもできることをで考えろっていう風に言葉があって、はい、でどういうことかなって僕最近なんか自分なりにこう気づいたのが、僕もその研究者になりたいと思ってちょっと勉強したりで試験受けたりして落ちちゃって、なんかやりたいことでもなんかそれで結局うまくいかなくて結果が出なかったら、それってかなり不幸せだなと思って、そうなったら結構なんか幸せのためにやりたいことを仕事にしようとしたのに、それで結果出なかったら逆に不幸せになって本末転倒だなって思ったりして、でなんか他に自分の今できること、例えば僕結構受験勉強とか割と好きだったんで、そういうのを教えたりしたいなっていう、そういうなんかのもあって、なんか先生とかそういうのも興味あるなっていうふうに思ってる感じですね。なるほど。なんか動画だったかな、動画か本かどっちかだったと思うんですけど、はい、あの普通のその学校の先生になったらその規則とかがあるから塾の先生みたいになりたいっておっしゃってたんですけど、はい、今って塾の講師の感じもやられてますよね。あ、はい、そうですね、やってますね。え、塾で あれパーカーさんじゃないみたいにならないんですか？あ、でも全然なくて、はい、たまにこうチラッと言ってもらったりするんですけど、全然今
こう大人数に教えるっていうよりかはこう1対1でサポートするみたいな感じなんですけど、はい、でも全然気づかれてないっていうとはそんな気づかれるような人間でもないんですけど、はい、そんな感じ。後でびっくりするんじゃないですか、その生徒。やりたいことがなんか明確になってなくて、大学に入るのがちょっと僕怖くて、なんか時間があるからこそとか、はい、その学部に入ってその教授がいるからとか、はい、なんかそういう感じの目的を持ってないとダメなのかなっていうのを結構思っちゃって、なかなか大学選びとかが進まなくて。あ、そうなんですね。確かになんかこう好きな教授とかやりたい研究があったら、まあ、めちゃくちゃもう選びやすいからそれめっちゃいいと思うんですけど、めっちゃむずいっすよね。そうですね、全くわかんないです。でなんか、何音したやったっけな。っけな。ですから、やっぱ豚の角煮が気になって。どういう話でしたっけ。大学に目的を持ってなくて行くの難しいからっていうところで、はい、バカさんが何か言おうとして。ああそうか。大学に、ああでもなんかそれで言うとまた林修になっちゃうんですけど、なんか受験になんか2種類あるみたいなことの話があって、本でなんか積極的受験となんか消極的受験みたいな感じの名前だったと思うんですけど、積極的受験はまさにその今言ったようになんか好きな先生のとこに行きたいとか研究したいっていう明確なことがあって、消極的受験っていうのはなんかとりあえずやりたいことないけどもう大学にみんな入ってるし 入っとくかみたいな感じで、一見それってあんま良くなさそうに聞こえるんですけど、なんか全然ありっていうのを林修が言ってて、でなんかなんでだったかな、うん、忘れしちゃった。そこが本質なのに。やったっけな。いや、それ本当僕適当な人間というか、全然考えずに生きてるんですけど、やりたいことって、ちょっと僕もその、コンピューターの研究とかで、こう、なんか、めっちゃこう、世界に的な研究したいなとか思ってたんですけど、それってなんかまあ自分でもちろんやりたいことなんだけど、そういうなんか大きな目標を持つことでなんとかこう自分を保ってるっていうか、そこで頑張ってる自分に寄ってるじゃないですけど、なんかそういう一面もあったのかなとか思って、だからなんか意外となんかもう仕事はまあ普通にまあある程度働いてね、あとはなんか趣味とかそういう仕事以外でもなんか好きなことって割とできるっちゃできるなと思って、だって別にどっちも幸せだなって思ったりとかはしますね。だからなんか無理にこう好きやりたいこととかを探そうとしてもそう簡単に見つかるもんじゃないから、なんか逆にそれくらいゆっくり構えてたらなんか自然と好きなことでできるのかなって思ったりとかはしますね。いや、ちょっと次にまあ大学行くとなるとやっぱりその一人暮らしとかっていうのをすることになると思うんですけど、はい、多分今僕は寮で、まあ、住んでて、で、はい、1人部屋があるんですけど、はい、で僕一応一番上の学年なんで、あのシャワーとトイレがついてるんですよ、部屋の中に、はい、なんでもうほとんどその1人暮らしみたいな感じではあるんですけど、あ、そうなんです。けどご飯とかは全部運んで運んでるというか行って食べるだけでなんで結構まあ自由で、しかも食事の面においてはかなり楽だと思うんですけど、あ、はい、で僕できないんですよ全然料理が。あ、はい、でパーカーさん動画見てるとものすごいバラエティあるじゃないですか。あ、はい、いろんなその工夫して作られたりしてるから、一人暮らしにおいて、例えばまあ最初は食事についてどうやってそうやって、はい、なんて言うんだろうな、考えて作れるようになったのかみたいな。あ、確かに。でも今ちょっとそういう話聞いて思い出したことがあって、はい、確かになんか僕大学適当に入ったって言ったんですけど、一個だけやりたいこととかがあって、一人暮らししたいなと思って大学生になったんですよね。はい。んで、なんかこう一人で例えばなんか今日のレシピをなんかレシピを見て自分で作るみたいな、そういう生活も憧れてて、はい。だから料理っていう意味では結構やりたくて、まあ、やってるっていうような感じなんですけど、でも実際始めるとそんななんかレシピ本書くとかめんどくさすぎて、もう二日でやめちゃって。あとはもう普通に、なんか適当にスーパーで、惣菜見っけで買ってるとか
いうことでも全然ありますし、逆に海外ってどんな感じの食生活なのかなと思って、日本だと結構自分でなんか料理作ったりっていうこともできると思うんですけど、海外でもそういうなんかスーパーとかって普通に充実してるんですかね。まあ、僕の学校はもう本当にど田舎にあるんで、バスで結構15分とか行かないとスーパーがないんですけど、でもなんかイギリスの食事ってあんまり美味しくないって聞くじゃないですか。でもう本当にえげつなくて、もうじゃがいもしか出ないんですよ。なんでひどいやつだとこれぐらいの大きいじゃがいもを半なんか茹でて半分に切ってチーズのっけて出されるんですよ、それだけ。なんでもう寮の食事はもう最悪ですね。あ、そうなんですね。まあ、僕は自炊とかができないんで、土日とかは結構デリバリーを頼むみたいな感じです、はい、あ、そうなんですね。あ、もう本当に大変ですね、食事に関しては。あ、でもみんなものすごい身長高いし、横にもまあ大きい子も多いし、はい、なんでジャガイモでだけであんまり大きくなれるんだろうなって思います。、はい、確かにそれと僕も結構食べてるはずなんですけど、めっちゃヒョロヒョロなんで。そうですね。心配されませんか？されます、されます。あとはなんかあれだ、なんか自立みたいな、自立っていうか自制というか、あ、結構僕も寮に生活しててある程度生活習慣はその監視されてるんですけど先生に、はい、でもそれでもなんか夜中までずっと起きちゃったりとかで、休みの日とか本当にもう12時とかに起きたりとか、はい、ものすごい大変なことになってしまってて、はい、で、まあ、パーカーさんの動画見てたらちょっとあれなんですけど、あの部屋もものすごい、僕も汚いんですよ。ちょっと申し訳ないですけど、僕もものすごい散らかっちゃって、はい、なんで、なんて言うんだろうな、そういう自制というか自立というかっていうのはどうやってやっていくのがいいですかね。はい、あ、確かに部屋の汚さとかは、まあ、僕ももうちっちゃい頃からの悪い癖なんでどうしようもないんですけど、でもなんかこうずっとダラダラした生活っていうのもなんかもったいないから、で早く起きるようと思った時は、僕なんか例えばめっちゃスタバが好きなんで早く起きてスタバに行くとか、もうそれくらいなんかささやかなご褒美とともに早く起きてるみたいな、そんな感じじゃないとやっぱりできないかなって。なるほど、自分でご褒美作るのか。僕コーヒーが好きで、たまになんか冷蔵庫とかになんかカフェオレとかストックしてるんですけど、起きてそれ飲むのが楽しみだから起きるみたいな。絶対僕よりもなんかめちゃくちゃこうモチベーションも多分すごい高いと思うし、なんか絶対起きそういう自立自制は絶対できる方だなっていうふうには見せて今めっちゃ思いますけどね。ああ嬉しいです、ありがとうございます。全然できないんですけどね。まあなんかなんて言うんだろうな、親元を離れるのが初めてで、もうずっと親とずっと暮らしてたんで、はい、なんか急に自分でやんなきゃいけないことが多くなって、はい、って感じです。なんか、あ、確かに。だって僕高校生の頃とかもう脱いだもんとか脱ぎ散らかしてましたもん僕。はい、全然家事の手伝いでもしなかったし、それでもなんとかやれてるんで、絶対多分今もうすでに一人でいろいろやってるんで、すごいなって。ありがとうございます。なんか楽しみですね、大学行ったら。なんか食事が一番心配なんですけど。あ、はい。なんかスーパーとかでそういうなんかタイムセールとかの時に行くんですか？いや僕はたまたま行って、はい、めっちゃ狙って行ってるっていう、そんな卑しい人間ではないんですけど。まあ、せっかくだったら、まあ、安い方がいいんで、まあ、それぐらいの時間に行ってるっていう感じなんですけど。日本の面白いですね、その一回海外経験してまた日本の方戻ってくるっていうのはなかなかいないから。 あと一つ気になってたのが、はい、なんか洗濯なんですけど、はい、洗濯ってどういう感じでやってますか？あ、僕ね、前住んでたとこは実はベランダがなくて、はい、で洗濯してで部屋干ししてたんですけど、部屋干しといてなんか一瞬でカビちゃって1週間くらいもう干してるもんが全然乾かなくて、いや、その部屋干しは気をつけろっていうのをまずちょっと言いたいです。で、あと僕今ちょっと引っ越してきて、でそこはなんかお風呂場に干すとこもあるんで、そこで干したりとかもできますし、はい、でも洗濯はもうほんと全然溜まってるんで絶対僕に聞かない方がいいと思います。もっとちゃんとしたしね。なんか洗剤とか今までその僕見たことがないんですよ、その親がずっとやってたんで。、はい、なんで何買ったらいいかとかも分かんなくて、そういうのはどうやって自分で決めたんですか？
あ、そうだ、自分で決めたのもありますし、親がなんか送ってきたのもありますし、はい、でも親が送ってきたのをなんかそのまま使うの嫌だなと思って自分で変えて使いました。なんか昔の生放送とかしてた時はずっと後ろにありましたもんね、はい、ああそうですそうです、はい、ちょっと今さ寂しいんですけど最近ちょっとだけあるんでまだ。じゃあそうだ、大学となんか一人暮らしのこと結構聞けたんで、はい、ちょっと最後に YouTube のことをちょっと聞きたくて、はいはい、そう僕最初はものすごいなんて言うんだろうな Vlog 系ずっとやりたくて、はい、で結構そのスーツさんとかパーカーさんとかの Vlog ってその他のなんて言うんだろうなちょっと言ったらですけどおしゃれ、はい、音楽バリバリ使って、はい、なんか場面切り替えたりするっていうのいっぱいあるじゃないですか、はい、おしゃれな感じ で僕もそういう系じゃなくて、はい、音楽1個しか使わないし、はい、カットしかほぼ入れないんですよ、はい、なんで結構似てるなっていうのがあって、あ、はい、なんか Vlog を撮る上でなんかコツみたいなのってありますか。あ、僕ほんと YouTube ほんと適当にやってるんでっていうか、まあ、Vlog っていう言葉を使うこと自体がもう申し訳ないくらい僕もなんかほんとカメラで撮ったやつを後からなんか声足して好きなこと喋ろうと思ったりとかっていう感じなんで、いやほんと僕そんなこと言えるような立場じゃなくて、ほんと僕もなんかどうやったらせっかく見てくれてる人になんか面白いように楽しんでもらえるかなっていうことをずっとそれを考え続けるっていうのは結構やっぱり大事かなって改めて思ったりしますけど、結局なんか自分だけでやってるじゃなくて見てくれる人がいて初めてできることだから、そこは忘れたらダメなっていうふうに思ったぐらいで、本当技術的なことは何もないんですけど。いいけどそれがものすごいなんて魅力的なんですか。はい、カメラとかって何使ってるんですか。あ、カメラ、スマホする場合もあればデジカメコンデジっていうんですか、わかりますかね、はい、一眼レフとかじゃなくて普通なんかコンパクトデジカメっていうんですけど、それで撮れるやつがあるんで、はい、カメラもなんか全然僕こだわってないんで、はい、何の話かっていう話。僕ほんとけどあんまこうせっかくこう誘ってもらったんで話してもらってるんですけど、あんまこうそもそも人と喋るのが好きじゃなくてずっと一人で行動してて、はい、はい、でだからあんまコラボとかも正直好きじゃなくて、はい、だからなんか例えばなんか大学生の日常とか上げてる方とかでめっちゃなんか上げ始めたての人とかでめっちゃ一緒に動画撮りませんかみたいな言ってくる人いるんですけど、本当一人が好きで始めたのに、それでなんかそんな人と関わって本末転倒だなと思ってあんまコラボしなかったんですけど、でもこういうなんか僕にの動画見てくれて、でなんか自分でこんなすごいところまで行ってるのにまだなんか僕にそんな感謝までしないでっていうので、それは本当にやってよかったなって思うんで、いやもう本当にパーカーさんになんかサーヤさんの動画見つけられて本当に良かったし、だって僕自身その留学ずっとしてて、はい、初めの3ヶ月ぐらいは本当にもうついていくのが必死で、はい、ずっと泣いてたんですよ毎日、はい、でそれで YouTube に出会ってというかパーカーさん動画に出会って、僕も YouTube やってみようかなと思って、はい、で YouTube やってたらやっぱりその周りの子たちも結構入ってくれたりとか仲良くなったりとか、はい、そっからなるものがあって、なんでもう本当に感謝しきれないくらいしてます。ありがとうございます。あんまりこう僕のこと僕きっかけでなんか動画投稿始めたって言ってくれるとさる方とか全然いなかったんで、それ今回なんかお話できてよかったなっていうふうに思いました。本当ありがとうございます。いやこちらこそお時間取ってみてありがとうございます。はい、もしなんかいやなんか僕のこと絶対知らない方も多分いっぱいいると思うんで、まあなんか誰だこいつと思ったら多分なんか動画でも覗きに来てくれたらどんな意味かっていうのが分かると思う。はい、全然もうずっと登録がしなくていいんですけど。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。